プロゴルファーの奥山です。今回はですね、ヘッドが走るということについてお話です。ここが大切なんです。どこかというと、ここからヘッドが走る、 L 字になっているところからまっすぐローテーションしてヘッドが走ります。この左太もも前ぐらいからヘッドが走るというのが正しいクラブのヘッドが走るということになりますね。皆さんはトップで切り返しのところからヘッドを走らせています。そうしてしまうと、インパクトの前で出力は下がってしまいますね。そうならないように、ボールの当たる時にヘッドが走る、これが最大のパワーを生みます。力んでヘッドを走らせてもヘッドは走りません。こうなりますね。スイングするとこうなります。お、これは速すぎましたね。速すぎたのでスローにします。ここからローテーションして、ここからヘッドが走る。ヘッドはボールの当たる時ぐらいに走ります。この意識が大切です。切り返しからヘッドを走らせると効率が悪いですね。この練習をしてください。皆さん、この動きを意識してヘッドを走らす練習をしてみましょう。手首折れて、ここでまっすぐ、この動きが大切です。この動きをやってみて、かなり手首が折れている感じがあると思います。当たるところまでこんなに手首が折れているのかという感覚を掴んでください。皆さんもこの YouTube を見ながら実践してみてくださいね。一緒にアドレスをしてこのように動かしましょう。ヘッドが走ると、なのでヘッドを走らせている感覚はボールが当たった後からな感覚ですね。これぐらい後にヘッドが走るということが大切です。では皆さん、練習頑張ってくださいね。今回の動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。